皆さんこんにちは、吉田成正です。はい、今日はですね、マクドナルドさん、最近大変お世話になっておりますマクドナルドさん食べさせていただいております。今日はですね、バーガーではございません。今日はですね、デザートですね、マクフルーリーです。はい、あまり食べたことないです。食べたことはあるかもわからないですけど、覚えてないですね。今日はこれを言ってみたいと思います。まあ、要はあれですね、ソフトクリームをこう混ぜたものに、なんですかね、クッキーですかね、が入っているという商品ですね。これはここ、こんな穴開いてるのはなんかどういうことでしょうか。こっから、おー、ちょっとわかりません。まあいいでしょう。はい、こっからね、蓋開けた方がいいんでしょうかね。これはご本人のあれ次第なんですが、このままちょっと行ってみましょうか。いただきます。こんな感じですね。クランチされたクッキーがたっぷり入ってますね。うんうん、意外とそんな甘くないですね。うん、うん、甘さ抑えめ控えめですね。全然問題ないですね。うん、はい、これはまたですね、見せるクーポンでゲットしました。ね、確か150円になったと思いました。定価が出た、電波が悪い、あ、よかった。マックフルーリーオレオ150円ですね。本当はもうちょっとするわけですよね。はい、クーポンね、もう本当にお世話になっております。はい、うん、マクドナルドさん、こうメインのね、バーガーメニューがあって、ドリンクがあって、こういうデザートも揃ってて、サイドのポテトなんかもね、充実してますんで、非常に便利です。はい。うん、ということで、美味しかったです。本日、ご紹介したのは、マクドナルドさんのマックフルーリーでした。ありがとうございます。また何かレビューさせていただきます。